2009年8月、埼玉県の駐車場からある男性の遺体が見つかった。死因は練炭による一酸化炭素中毒だったが、自殺にしては不審点が多く、警察は殺人事件として捜査を開始した。そして捜査上に上がったのが、その男性と婚活サイトで知り合い交際していた森島絹江、当時34歳である。あなたが被害者と交際していたこと、そして他にも多数の愛人がいたことは分かってるんです。それのどこがいけないのかしら。最近の警察は男女の問題にまで口を出すようになったの？それだけじゃない。あなたは交際相手に結婚をちらつかせ、お金をもらっていたそうですね。人聞きが悪いわね。モテる女にはお金が必要なの、それくらいわかるでしょ。そこまではいいでしょう。問題はあなたの過去の交際相手が今回同様何人も不審な死を遂げていることです。まさか私が殺したとでも言いたいの？そうしか考えられないだろう。複数の男性から総額1億円以上貢がせ、用が済むと練炭を使い殺害していた女森島絹江。その得意な事件性から、彼女は平成の毒婦や魔性の女として大きくメディアに取り上げられた。そんなに多くの男が夢中になるなんて、どれだけの美人なんだ。ほんとよね。あ、ほらニュースで写真出るみたいよ。驚くのも無理もない。複数の男性から大金を貢がせていたにしては、森島絹江の容姿は極めて凡庸だったからだ。決して美人とは言えない彼女がどのように男性からお金を貢がせていたのか、その謎に迫る前に彼女の生い立ちを見ていこう。絹江は1974年北海道の厳格な家庭に生まれた。幼い頃から真面目で学校の成績も良かったようだ。おお森島、この前のテストの成績良かったぞ。これからもこの調子で頼むな。はい、ありがとうございます。ほんと絹江って年上の先生にだけは人気あるよね。顔はあれだからクラスの男子からは見向きもされないけどね。言えてる。それよりあの噂知ってる？絹江がおじさんとって噂。さすがにそれはないでしょう。勝手に言ってればいいわ。私とあなたたちとじゃ目指してる場所が違うの。絹江が中学校の時、森島絹江は40代後半の男性相手に小遣いを稼いでいるという噂が流れたことがあった。そして高校卒業後、絹江は両親に、東京の大学に合格したから上京するね、悪いんだけど仕送りお願いね、と嘘をつき上京している。実際は大学など合格しておらず、上京後は風俗店の勤務を転々としていたらしい。両親にさえ嘘をつき、お金を得ていた絹江。それから東京での嘘にまみれた生活が始まっていくのだ。まずは自己紹介からですね。名前は吉川さくら。父親は東大教授で、私はピアノ講師とフードコーディネーターをしています。結婚を視野に入れた真剣な交際を望んでいます。興味のある方はメッセージお願いします。あとはセレブっぽい生活の様子と胸元を開けた写真を載せれば、はい、OK。これで男が引っかかるのを待つだけね。絹江は男性と知り合うために婚活サイトを利用していた。嘘にまみれたプロフィールを載せ、年上の男性から連絡が来るのを待つのだ。40代50代の男性が女性に求めているのはズバリ癒し。私にとって理想的な、甘やかし癒してくれる母親のような女性を演じればいいだけ。お帰りなさい。上着預かりますね。お風呂も沸いてますけど、先に食事にしますか？ああ、じゃあ先にご飯食べようかな。わかりました。じゃあ今お茶入れますね。なんて気が利いて優しい女性なんだ。気配り上手で料理もうまく、自分を立ててくれる絹江に年上の交際相手は皆夢中になった。実際裁判の場で絹江は、男性に今までした中で
あなたほどすごい女性はいないと褒められたこともあると語っている。こうして身も心も虜にしたところで、ねえ、もし私との結婚を真剣に考えてるなら、二人の将来のために少し投資してくれない？と結婚を匂わせ、金銭を貢がせるのだ。もちろん、キヌエちゃんのためならいくらでも払ってあげるよ。ありがとう。これでまた一人落ちた。ほんと、男ってちょろいわね。騙し取った金で家賃22万円の高級マンションに住み、ベンツを乗り回し、その様子を堂々とブログにアップしていた。そのセレブな生活に興味を惹かれて、また次の男がやってくるというわけだ。しかし、そんな生活も長くは続かなかった。冒頭で述べた事件をきっかけに、キヌエは詐欺の容疑で逮捕され、そこから過去の交際相手が不審な死を遂げていることが明らかになった。警察は詐欺と不審死の関連について捜査を続け、2010年2月22日にキヌエは殺人罪で起訴されている。起訴対象となったのは3名だが、実際はその倍の6名がキヌエの手によって亡くなったと言われている。待ってください、私は人を殺してなどいません。なら詐欺についてはどうなんだ。嘘だらけのプロフィールで交際相手を騙して金銭を巻き上げていたんじゃないのか。男女間の嘘なんて当たり前でしょう。それに交際相手からお金をもらうことが悪いとは思いません。じゃあ詐欺については認めるんだな。だが殺しの証拠も上がってるんだ。現場に残っていた練炭はあなたが購入したものと同じメーカーです。それに被害者の3人が最後に会っていた人物もあなたなんです。それは相手から頼まれたので私が買って渡しただけです。キヌエの手口は、睡眠薬で眠らせた上で練炭による一酸化炭素中毒で殺害するというものだった。本人は最後まで殺人を否定していたものの、極めて重大な犯行を繰り返し尊い命を奪った、結果は深刻で甚大と、さいたま地裁は死刑を求刑。東京高裁、最高裁もこれを支持、死刑が確定している。こうして死刑が確定したキヌエだが、なんと獄中結婚を3度も繰り返している。1人、2人目は支援者の男性、そして3人目は週刊ココのデスクである。今日は貴重な話を聞かせてくれてありがとう。また来るよ。うん、待ってるわね。こんなに何度も来るなんて、すっかり私の虜みたいね。せいぜい私を弁護する記事を書いて世論を動かしてちょうだい。はあ、相変わらず自己保身と自慢話ばっかりだな。まあ根気よくやるしかないか。キヌエが気づいていたかどうかはわからないが、この結婚はもちろん愛し合っている男女がする類のものではない。あくまで男性側が死刑囚に取材するためにした結婚である。2020年現在もキヌエは死刑囚として東京拘置所に収監されている。あー、早く彼来てくれないかしら。2017年5月9日に死刑が確定。これにより木島は戦後15人目の女性死刑囚となり、同時に史上初の裁判員裁判による女性死刑囚になりました。バイ、漫画レリア。